V ロード第5節2戦目北海道日本ハムファイターズ。バッターボックスは3番近藤。まあホークスとしては序盤から点差をつけてますから思い切ったピッチングができると思いますけどね。なるほど、そうですね。3球目は何で来るか。いいところに決めてきますね。ワンボールツー打ちました。センターに抜けました。セカンドランナー三塁があってホームを狙う。ファイターズさらに1点返しました。センター前のタイムリーヒット、6対2になりました。7番バッター井上。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。打ちました。これはサードライナー、タッチしてダブルプレイ、チェンジ。バッターボックス近藤、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。わずかに右に切りました。ファールボール、ナイスボールですね。はい、ノーボールツーストライク。インコースを落としました。打ちました。取ってワンアウトです。ワンアウト。ソフトバンク内に打ちました。大量リード、大量得点で勝ち。